最近やっと暖かくなってきましたけれども、晃之助は、より早く暖かいところ行ってましたよね。行ってきましたね。どこ行ってきたんでしたっけ。沖縄に、沖縄に、沖縄にちょこっと行ってきましたね。あなんで行ったんですか。僕あの本の紹介したの覚えてます。本あの技巧士になるための本、あ、なんだっけ技巧士の本、出したの覚えてます。あ、覚えてます覚えてます、はい、あのその著者の、はい、ラザロの村田さんっていう、はい、沖縄で勉強会をやるということで、おう、それにちょっと、誘っていただきまして、はい、もう2つ返事で行きますと返事させていただいて、はい、行ってきたって感じですかね。うん、そうですね、はい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 、3月の末でしたかね、はいはいはい、ちょっとその話を詳しく聞く前にですよ、うん、ちょっといろいろ聞きたいことがあるんですけど、はいはいはい、動画をね、うん、ちょっと撮ってきてくださいと、うんうんうん、で撮った内容をちょっと見たんですけど、うんうん、ラウンジみたいなところで何か食ってませんでした。あー、飛行機の、うん、あー、そう、飛行機のねラウンジがあるんですよ、うん、なんつったらいいんだあれって。俺もね、あんま詳しくなくて、うちのほら奥さんが詳しくて、ああ、だってあのラウンジ使うにはなんかいろいろ条件があるわけじゃないですか。そう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 、だってあれタダでしょ。あれはあれタダです、タダですね、タダです。あと飲み物もタダですよね、あれタダです、タダです。ファーストクラスで行った、そうですよね。なんかこれ見て、あれファーストなんですね、うん、そうです、ファーストクラスで行って、ああ、なのでラウンジ使えたってことですね。だって優雅になんか酒飲んでませんでした。スパークリングワイン、あー、そうね、そう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 、皆さん技巧士になるとファーストクラスで行けます、沖縄でも今回は、うん、僕あのマイル、うん、その JAL カードを僕持ってるんですけど、うん、クレジットも全部 JAL カード、うん、で、支払いとかもずっとしてるので、うん、JAL ポイントがすごい溜まってるんですよ。あー、そう、なので、JAL ポイントで今回、航空券も、ホテルも、うん、ポイント使って行ったって感じですね。あ、そうなんですか。現金にするよりもポイントの方が全然こう安く行けるっていうか、うん、へえ、うん、なんかせっかく動画撮ってくれてるのに、うん、すごいなんかあの不機嫌そうな感じで撮ってて、そうでした。あ、そうですかね、うん、ああ、ああみたいな亭主関白みたいな、なんかそんな感じのあの絵を見てしまいましてまあ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 しょうがないですね、ちょっと、うん、はい、ちょっと面白かったです僕は。あの多分数ですねまあまあそんなことでね、はい、まあ、あのなんかビジネスクラスみたいな、なんかすげえいい席で行ってんなーなんて、はいはい、すごい思ってね、うんうん、ああ、なんかいい旅行になったのかなーなんて、うんうん、ちょっと思ったんですけれども、はいはい、その勉強会、うん、どんな勉強会だったんですか。ね、症例発表って言った方が近いかな、うん、結構症例が、こういう症例をこういう風に作ってますよみたいなのが主だったんですかね。何人ぐらいいたんだろう、6人か7人ぐらいの講師の方が喋られたんですけど、うんうん、あ、ちなみになんですけど、はい、参加者ってどれぐらいいたんですか。120人です。120人、130人って言ったかな、うん、120-130人です、はい、すごいいました。人沖縄にそんだけ集まるってすごいですよね。すごいですよね、うん、いや本当にそれはもう技巧士の勉強会だから技巧士さんが120人来たってことですよね。ってことですね多分。まあまあねあのメーカーの方も来てますんで。ああそうなんですか。そう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 、なんで技巧士だけじゃないですね。ああそうなんですね。ドクターはいなかったと思いますけど僕が知る限りは、はい、でもメーカーさんより技巧士さんの方が多いわけですよね。ああそれはそうだと思います。そうですよね多分、うん、皆さんあの技巧士になると、うん、沖縄で勉強会行けますか、うん、いやレアだと思うんですよ多分。いつもはその、まあ、村田さんが、大阪でラボやってるんで、うん、まあ、大体その関西でやられてるっていうのは聞いてたんですけど。ああそうなんですか、まあ、関西か東京かがどっちかっていう感じだったんですけどね、うん、まあ、今回はちょっと面白いことやろうっていう話になったみたいで、その講師 そのグループがあるんですけど、うん、そう、それで今回沖縄でやろうっていう話になったみたいです。特別企画的な感じなんですね、じゃあね。ああ、そうです、そうです。でもまた沖縄でやりたいね、なんて言ってました。そう。なので沖縄の技巧士さんがね、もっと来ればいいのになっていうのが、そこだけちょっと心残りとは言ってましたけど。はい、
どうでしょうか、なんか得られたものとかってありました？もちろんもちろん、あのすごい有名な方が、来られてるので。講師で？講師で。へえ。もう本当に有名な方で言えば、ほら片岡先生とか、あのトレセンの、創設者の片岡先生とかまで来てたんで、その他にもいますけど、で主にはやっぱ症例でしたね。あの作り方とかどういう風にやってるよっていうのが多かったですね。やっぱ村田さんの、プレゼンが僕がやっぱ一番好きでしたね。面白かったですね。村田さん自分が作ったやつ、大阪トレセン行ってたんですよ。村田さんが卒業作品っていうんですかね、をすごく頑張って作ってて、で片岡賞を取ったっていう話で。あ、その有名な方の。あ、そうそうそう、片岡賞っていう賞を取られて、でその時に取ったあのサンプル品の、その説明だったんですけど、で臨床ケースじゃないんですよ。で、実際なんだろう、航空内に使えるようなものでもないようなものをこう作ってるんですよ。かっこいいものを。すごいなって思いましたね。本当に。いや、これってどんだけ暇なんだろうって思いましたね。まあそれは冗談にしておいて、本当に忙しい中でね、あの ラザロっていう大きい会社経営しながら、大阪トレセン、トレセンか、九州かのトレセン行って、宮崎港のトレセン行って、あの週末コースで、週末は宮崎行って、でラザロでも、経営者として仕事して、でいろんなとこ飛び回って、いやこの人そう知ってるんだよ僕、そういうのやってるって。の中でよくこれ作れたなって。ああそういうことね、思いました本当に。あーすげえなって思いましたね。好きじゃなきゃできなそうですね。うん、いや大好きだと思いますね。本当またうまいですからこれが。いやすごいなって思って、またその喋りもすごく上手で、僕と違って、あーすげえうめえ、あれはもう本当見習いたい。そういうところもちょっと勉強になったわけですね。あーもちろんもちろん、そうっす、勉強してもね、こう反映されてないところがね、ちょっと結局何時に至ったのってなっちゃうんですけど。勉強会以外でも何かあったりしたんですか？いやすっごい良かったのが、これあの沖縄の飛行士さんとつながれたっていうね。そうなんですよ、あのその勉強会の前日の夜に前夜祭があって、で僕もそれ参加させてもらって、で一人ぼっちだったっすよ僕。あ、そうなんですか。え、ぼっちになったらどうしようと思ってたら、ぼっちになっちゃったって初め入って、で、うわ知ってる人いないなとか思いながら、もちろん村田さんとか、その他数人の方知ってる方いましたけど、やっぱ忙しいんでね、あのちょっとディーラーの方だったんですけど話しかけて、でそこで一緒にお酒飲ましてもらってて、そしたら沖縄の方が来てくれて、え、この人さんですよねみたいな。おう、あーはいって言って、 YouTube 見てますって言って、おう嬉しいなと思って、はい、待ってた待ってたと思って。よかったですね、見てくれてる人って。いや本当にね嬉しくて、でその方が沖縄でぎこししてて、でその方があの沖縄の仲間ちょっともう連れてくるからって言って、で仲間の方数名連れてきてくれて、で一緒にお酒飲みながらやって、でまた沖縄で今度ビーチパーティーって言ったから、ビーチパーティーって言ってなんかそういうパーティーやるから来てくださいみたいな言ってくれて、いやマジで行きますよって言ってっていう、なんかその約束までしちゃって、すげえ面白かったですね。面白いし実りがあって、そうですね、よかったですね。いや本当に、まあ、あの幸之助は動いてるからですけど、海外の方といろいろやり取りしたりとか、そうですね、いろんなところで知り合いが増えて、いいですね。いや本当にありがたい限りですね。本当に撮ってきてくれたあの動画を見て、この先もっと見たかったなってちょっと思ってました、実は。で、どこ空港着いて電車に乗るところでもう終わっちゃったんで。あー、はい、そうでしたっけ。えってなりましたけど最初。あーそっか、まあ今でも話を聞いて、いい勉強会になったんだなっていうことでちょっと一安心してます。そうですね、まあ、よかったです。ありがとうございます、またその沖縄の、人これ見てくれてると思うんで、また呼んでください。お願いします。お気に入り呼んでください。お願いします。はい、あ、言ってましたよ。玉井さんのこと。すっげえ褒めてました、マジで。本当ですか？ああ。
あれって技巧士じゃないのにあんな引き出しあるってすげえっすねって、あれね、ここでちょっと言わせてもらっていいですか、はい、僕ね技巧士よりも技巧士のこと考えてるって、はい、僕自分一人で思ってます。そうですね、まあ、すげえ調べるんで僕。そうですね、はい、確かにそう思います。はい、よかった、ちょっとスッキリした。いや本当にねすごい褒めてました、マジで。嬉しいですね、はい、今度は沖縄僕も連れてってもらうんで。そうですね、ファーストクラスで。ファーストクラスでマイル使って沖縄すげえ良かったっす。また、はい、あの沖縄の方ねコメントくださいこれ見たら、うん、また沖縄行くんで、はいはい、まあ、その方の方もあの沖縄じゃなくてもね行くんで、うん、北海道でも、うん、またコメントください。はい、はい、ということで今日この時代終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。